TBS サンデーモーニングが大炎上、青木治が暴言連発本日放送された TBS サンデーモーニングの中で、青木おささんが暴言を連発してしまいました、簡単にご紹介していきますと、安倍首相の悪夢のような民主党政権という発言について、本当に民主党政権が悪夢だったか疑問だ、公文書が改ざんされ、統計が偽装されたと言われ、言論の自由が萎縮して、 国会のチェック機能が著しく落ちている今も悪夢ではないかと主張されているんですが、こちら、官僚が引き起こした事件を安倍政権のせいだというのは無理がありますし、そもそも統計不正に関しては2004年から続いていた問題であり、安倍政権とは関係ありません。さらに安倍政権において、 その長年続いていた不正が発見されたということになりますので、その発見を成果として認めるべきなんじゃないでしょうか。さらに、安倍首相が言論の自由があると発言したことに対し、言論の自由とは権力や強者に対して市民が自由に物を言える権利だ。最高権力者の首相が、 言論の自由というのは大いなる勘違いだとなっておりまして、この言論の自由というのは、誰かの権利ではなくて、国民であれば日本人であれば認められている権利であり、それこそですね、総理大臣だからといって制限してしまったら憲法違反です。ハクさんは何を言ってるんでしょうか。さらに、韓国国会議長の天皇陛下への暴言について。 国会議長の発言の真意を韓国の記者に聞いたら、悪意で言っているのではないようだ。彼は韓日議員連盟の会長を務めている、今の日韓関係をなんとかしたいと思いがある、一種の知日派だ、善意で言ったんじゃないかと分析をしている記者もあるとなっておりまして、この国会議長の発言をご紹介いたしますと、えー、私は日,日本を代表する王がいいと思います。 彼はまもなく退任すると言いますし、彼は戦争犯罪の主犯の息子さんですし、だからそんなおじさんが一度慰安婦の手を握って、本当にすまなかったといえば、その一言でちょうど解き,解き放たれるのですとなっておりまして、こちら、天皇陛下への侮辱だけではなくて、慰安婦に関する日韓合意にも違反する発言であり、この発言をどう見てもですね、 善意で言ったとは思えませんさらに、最後、報道に関して。個人個人も大切だし、マスメディアもそうだが、こうなってくると大切なのはファクトチェックだ。常にこれ大丈夫なのかという会議意識を持つことだとなっておりまして。ぜひともですね、こういった発言をするのであれば、まずは青木おさむさん自身が、 しっかりとファクトチェックを行っていただきこれ以上テレビにおいておかしな発言を繰り返さないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました